ひろ太郎というバンドのですね、メインボーカリストですね、ディーマ、ひろちゃんが野暮用で当日キャンセルみたいな、前日キャンセルみたいなね、バタバタ状態になりまして、その子の歌のために僕たち練習してたのがだいぶ大幅に予定が変わったもんで、なかなか出しネタがありませんということで、とりあえずですね、今日のシステムをご説明します。まずは飲み会形式で皆様楽しく語り飲みながらですね、ただ何もしないというのもこれ詐欺行為になりますのでですね、どなたでもいつでもですね、いつ何時でもですね、私にね、歌ってって言えばすぐ歌います、ね、歌ってと言ってください。言わないと何もしませんので、そういう日数で乾杯をしたいと思います。いい乾杯からいきますか。乾杯、はい、乾杯。エコーかかってんね、ブンタの声ね。それではですね、まだ夏早いんですけど、夏っぽい曲でボサノバのね、デサフィナードという曲をちょっとやってみたいと思います。ボンパーカッション、唐沢守る、今日はいつもより大きなセットをやらせていただきます。ボサノバはいろいろ聞いたことあると思うので、イパネマの娘とかね、有名な曲ありますけど、ちょっとマイナーなのかな、マイナーでもないけど、知らない人は知らない感じの曲ですけど、直訳すると調子パズレとか音痴っていうような、ね、意味があるんですけど、ボサノバっていうのはね、割と音楽の中では最近のジャンルなんですよね。ここ何十年、40年ぐらい、40、50年ぐらいなんですよ。だからクラシックとかブルースとかロックとかっていうのよりは全然新しくて、ヒップホップとそんな感じぐらいの新しさだよね。そう、だからそんなことない。ヒップホップはずっと新しいな。40年前ぐらいね、最初の頃のヒップホップ。だからそのぐらい、まあ、新参者で、やっぱりボサノバがブラジルから出てきた時は結構その世界的にはバカにされたりしてね、気だるく歌うもんだから、音痴みたいに言われたり、いい加減にクタクタした音楽だなって言われて、それに対してですね、ボサノバの人たちがですね、わざと音痴でいいのみたいな曲を作ったんです。全然音痴な曲じゃないんですよ。そういうちょっと洒落た感じの曲を。
ディスピラードだったこれ。譜面が違ってたこれ。いい感じだったんですけど、もう一回行きましょうね。座ったらすぐ歌いつけてください。
ごめんね。